おはようございます。南花です。平日の毎朝お届けしています、南花の今日は何の日。電車の中やお仕事前などに毎朝聞いていただいて、楽しく一日を過ごしていただけるようなプログラムをお届けしていきます。今日は5月29日水曜日です。昨日は今日は何の日を聞いていただけるっていう時間がなんと夕方になってしまったんです。これは今までやってきた中で最も遅い更新時間なんですけど、なんでそんなことになってしまったかというと、まあ一昨日夜遅く名古屋から帰ってきました。そしてお風呂に入ってから仕込みを始めました。で、昨日の分の配信設定をした直後にまるで息絶えるかのようにパタッと寝てしまったと。で、翌朝すっきり目覚めて、そして出かけたんですね。だけどなんと iPhone を忘れて出かけたんです。 iPhone 持たないで出かけたの今回初めてで、運悪く昨日は外出先から帰ってきたのが夕方で、 iPhone 見たら今日の分がきちんと配信されてないということが分かって、慌ててもう一回配信の設定をして、で今度はうまくいったんですけど、それが夕方っていう、それが事の顛末で、もう何なんでしょうね。起きることに無駄なことは何にもないし、全ては必然って言うけど、これは一体何を意味してるのかとちょっと落ち込んだんですけど、まあでも気を取り直して今日は頑張りたいと思います。そんな南花の今日は何の日、5月29日今日も世界で様々な記念日があるようですよ。ちょっと紹介していきましょう。5月29日の記念日、早速紹介していきます。まずは国連平和維持要員の国際デー。2002年の国連総会で採択された国際デーの一つだそうです。国連平和維持活動 PKO に関わった全ての人の献身と勇気をたたえ、 PKO で命を失った人々を追悼する日ということなんですが、英語だとインターナショナルデイオブユナイテッドネーションズピースキーパーズということで、平和維持要員というのはピースキーパーズっていうんですね。そして1888年、ジャパンブルワリー社がドイツ風ラガービールをキリンビールのブランドで発売した日っていうことで、いつもだったらこのネタをピックアップしたくなっちゃうんですけど、今日はちょっとあえて外したんですけどね。ビール美味しい季節になってきましたね、ますます。そして1981年の今日は京都初の地下鉄、京都市営地下鉄烏丸線が開業した日だそうです。それから今日は呉服の日っていうのもあるんですって。全国呉服小売組合総連合会が制定して、呉服っていう語呂合わせですね。あとはこんにゃくの日もあります。全国こんにゃく協同組合連合会が1989年に制定しました。種芋の植え付けが5月に行われることと、こんにゃくこんにゃくっていう語呂合わせだそうです。そんな中、今日私がピックアップしたいのはこちら、エベレスト登頂記念日。これは1953年の今日、ニュージーランドのエドモンド・ヒラリーとシェルパ族の天神ノルゲイが世界で初めて世界最高峰のエベレストの登頂に成功したということで、エベレスト登頂記念日なんですが、エベレストといえばね、もう先週かちょうどありましたね、ホットなニュースが。2013年5月23日日本時間の12時15分、世界最高峰のエベレストに三浦雄一郎さんが史上最高齢で登頂したっていうね、ニュースが駆け巡りましたけれども、これはですね、3回目のエベレスト登頂だったんですって。70歳と75歳の時、まあ過去に70歳代で2回もエベレスト登頂を成し遂げたのは登山史上三浦雄一郎さんただ一人で、そのニュースはやっぱり今回みたいに日本のみならず、世界を駆け巡りました。でも三浦雄一郎さんってね、心臓手術も4回受けられてるんですって。もうただもんじゃないんですよねこれね。最初にエベレスト山頂を目指した60代の時は、なんと検査項目が全て危険信号だったメタボリックシンドロームで、標高 500m の近所の山でさえも登れない状態だったんですって。それから5年を費やしてのトレーニングを経て、当時の最高年齢70歳で山頂を極め、さらに75歳の挑戦では極度の不整脈で2度の心臓手術を行い登頂するも、直前の 8000m 地点で次男の豪太さんが高所性脳浮腫となって緊急下山し命を取り留めたんだそうです。70歳、75歳、80歳で、それぞれの挑戦は己の年齢だけじゃなくて、メタボリック、心房細動、そして骨盤骨折っていう大きな肉体的ハードルを超えて、もうすごいチームワークで今回の、エベレストの登頂をね、成し遂げたということなんですよね。
もうね、この三浦雄一郎さんの挑戦っていうのは究極のアンチエイジングって言われてきてるんですって。で、この8848メートルというところはもう肉体年齢が70歳近く加齢されて生身の人間が到達できる地球の限界だって言われてるそうなんですよね。そこを達成したっていうのは本当にすごいなと思います。今日は5月29日エベレスト登頂記念日ご紹介しました。お送りしてきました南花の今日は何の日、いかがでしたか。もう次の目標について聞かれた三浦さんは、世界6位の後方の長湯の頂上からスキーで滑ることが長年の願望だったんですと笑顔で話したということで、ね、まだまだこう夢を追いかけようとしているって本当にすごいなと思っているんですけれども、そんな三浦雄一郎さんと豪太さんは、今日日本に帰国されるそうで、記者会見が楽しみですね。それでは今日もいい一日になりますように。お相手は南花でした。